スリム・ピケンズ、本名ルイス・バートン・ディンドレイ・ジュニアは、アメリカの俳優、ロデオパフォーマー。しばしば、存在で、タフで皮肉屋なカウボーイというキャラクターを演じた。また、博士の異常な愛情や、ブレイジング・サドルなどコメディ映画、テレビ映画などへの出演も多い。声優として、ナレーションの吹き込みなども行っている。スリム・ピケンズこと、ルイス・バートン・ディンドレイ・ジュニアは、カリフォルニア州、 キングスバーグにて、母、サリー、モーシャート、父ルイス・バートリンドレーシニアの間に生を受けた。彼は4歳の頃から乗馬を始め、12歳になる頃にはロデを始めるために学校を退学した。周囲からはロデを始めたことについて、ほんの少しの金が欲しいのだろうと言われていたが、彼は、やがて有名なロデオクラウンとなった。また、スリム・ピキングス・の子は後に、 彼が名乗る芸名の元となった。20年以上ロデオサーキットで勤めた後、俳優としてのオファーがあった。彼が話す独特なオクラホマテキサスなまりの英語や、幅広の目、丸い輪郭などの特徴が好まれ、1950年にエロールフリンが主演した西部劇、有婚よ永遠に、に出演した。彼は、レックス・アレンのように悪役,役や、 主人公側の相棒などの様々な役回りで多くの西部劇に出演した。その後、ピケンズは西部劇やコメディを中心にいくつもの映画へ出演を果たすことになるが、最も注目されたのは、スタンリー・キューブリックが監督したブラックコメディ映画、博士の異常な愛情での B-52 爆撃機の操縦士 TJ、キングコング少佐であろう。ピケンズは後に、 コング少佐こそが自らのキャリアにおけるターニングポイントであったと認めている。例えば撮影現場で以前は、おい、あんたと呼ばれていたのに、博士出演後は、ピケンズさんと呼ばれるようになったという。彼は、博士に出演してからという、もの、役柄とか、楽屋とか、とにかく何もかもが大きいものになったわけだと語っている。ピケンズはまた、キューブリックが手がける。 博士の撮影が、それまで出演した映画と大きく異なったことに、驚いていたという。実際、コング少佐が投下される水爆にまたがって、ロデオのように掛け声を上げて、カウボーイハットを振り回す有名なシーンは100回以上、撮り直されたという。1970年代後半、ピケンズは、映画、シャイニングのリックハロラン料理長役のオファーを受けたが、ピケンズ側は、 自分の出演シーンの撮り直しを100回未満に抑えよという要求を挙げた。この点での同意が得られなかったため、ピケンズのエージェントは、スキャットマン・クローザースのエージェントに台本を回した。結局、実際の撮影では、クローザースが、ハロラン役を演じた。1982年、ピケンズは、オクラホマシティのカウボーイウェスタン、ヘリテージ博物館にて、ウェスタンパフォーマーとして、 殿堂入りした。また、コロラドスプリングスのプロロデオカウボーイホールでは、ロデオクラウンとしての殿堂入りを果たしている。晩年は、カリフォルニア州、ドオルミ郡コロンビアに手妻と共に過ごした。彼は、走破付きの民間パイロットの資格を持っており、飛行の際には、博士のコング少佐と、同じく米空軍の飛行服とカウボーイハットを身に、着けていたという。 1983年12月8日、脳腫瘍の手術を受けた後に死去した。なお、弟のサミュエル・ティー・リンドレイも E.G. イーーピケンズの芸名で俳優活動を行っている。サム・ペキンパーが監督した砂漠の流れ物、ケーブル、ホーグのバラードでは兄弟での共演を果たしている。ありがとうございます。